はい、皆さんこんにちは、モロトフです。ファーゼストフロンティア、続きをねやっていきましょうか。現在のね人口は306人ですね。一応ね人口のキャパは313人ということで、ちょっとね狭くなってきたんではないでしょうか。そして住民ですけども、いいですね。基本的には幸福と、強いて言うならばね娯楽が足りないといった状況かと思います。あとは食料いいですね。7ヶ月分、1ヶ月分はねそのうち腐るよということで、何が一番多いかというとチーズですね。あとねジャムがね400近くあるんですけど、これねどんどん減っているなということで、やっぱりね瓶詰め大変ですよね。ピクルスなんかねゼロでしたね。さあ現在は51年目の春ということで、我々ね前回もね言った通りティア4になりましたね。ティア4、次のねグレードがもうないんだよね。なのでそろそろねやめようかなというのを前回お伝えしましたところ、結構ね皆さんからまだ続けてよっていう話もあったりね、いいねボタンもたくさんであったり、ちょっとね迷っているんですけど、まあとにかく近々のね大きな目標としては我々これだよな。こちら劇場ねアップグレードしていきたいということになるんだよね。これは何が足りないかというと、150個の板が足りないですね。木の板、ちなみに現在ね96あるんだけど、なかなかね150まで到達しないと。まあ他にはねレンガ200個、これ十分あるんですよね。お金も2500ゴールドいっぱいありますね。大丈夫だと思います。さあそしたらねトレーダーハウスを見ていきましょうか。所持金こっちにあるのは1000ゴールドぐらいか、ちょっと少なくなってんだよね。というのは前回ね共有保管庫の方にお金を移しております。さあ税金で4500インゴット集めることができましたということで、日々ね共有保管庫のお金はね貯まりつつあるということでしょうか。まあとにかく板がね欲しいんで、あんまりにもねスローペースだし、いろんなね建物を作るにもと思ったら、あやばいやばい、なんか喧嘩してる、大丈夫これどういうこと、どういうこと、いろんな人が乱闘してますね。これは良くないな。4人で乱闘しているよ。攻撃を受けたと言ってるけど、死んじゃったらまずいよね。これ人を移すことができるんでしょうか。ちょっとこの4人みんなねバラバラになってくださいということで、強制的にね乗っけてみましょうか。こんな感じ、よいしょと。はい、うわ殴ってる。ちょっと待って、君はこっち行きましょうかね。よし、これで回避できたんでしょうかね。いや乱闘するなんて思わなかったね。確かね酒場が増えてくると酔っ払いが多くなって乱闘することがねたまにあるよというねアドバイスを見たことがあります。これなんか二人ちょっと危なそうなんだけど、うわやっぱりそうだよな殴ってる。ちょっと待って、やめて。なんでそうなる。二人すごい遠い場所にね置いた方がいいかもしれないですね。もう一人はこの人かな。そしたらこっちの方にやりましょう。よいしょと。はい、別々にしておきます。多分これで問題ないんではないでしょうか。直接的なね原因わからないですけど、うわまたやってる。これどうなっちゃうの。すごいことが起きてんだけど、うわやばい、これ死ぬのかなしかもこれ微妙にねトレーダーもね殴られてるっていう状況ですね。うわやばい、死ぬ。おいしょっと、大丈夫かこれ、死んでしまうのか。うわ亡くなった。うわ乱闘怖い。乱闘によって死亡者が出た。死亡者が出ると墓場に行くんですけども、そろそろ墓場もねいっぱいいっぱいですね。49人ここでね葬られてますね。殺されたって書いてある。警察署ないんだけど大丈夫でしょうか。64人のねお墓までは対応できるんですけどね。怖いな。墓場が多くなるとこういう状況にね陥るということが分かりました。それでは板ですね、板製造もうちょっとね増やしていこうかなと思います。これかな。よいしょと、こちらですね。さあ、さすれば、ここにちょうどね、いいスペースがあるので、サクッとやって、優先順位上げていきましょうか。ね。あとは、ここに声だめ、いろいろね、対比があるので、撒いていきましょうかね。そうすると、今年初めてのね、商人ですね。さっき見かけた商人だと思うんですけど、来ましたよということで、まあ、商人先にね、見ていきましょうか。さあこちらですね、我々売れるものというか買いたいのはこれハーブだ。ハーブ全然足りてないじゃんね。逆に売りたいものなかなか難しいですね。ビール売れないな。
ちなみにね、鉄のインゴットもかなり足りていない状況なのね。そうかそうか。毛皮ね、売れればいいんだけど、なかなかそのチャンスはね、難しいですね。一旦じゃあこれ買い占めておきましょうか。ほぼほぼ0円になっちゃいますね。そしたら向こうからちょっとだけお金ね、こっちに置いておきましょう。900ゴールドぐらい移動するという形にしておきましょうか。多分ね、石鹸がね、あまり作られてないんじゃないのかなと思ったら、71作られてますね。どん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 ハーブによって石鹸およびね、治療所ですよね。住民がね、怪我した時、この治療所でね、治療するんですよね。その時にハーブが必要になります。あとはですけど、我々としてはね、前回かな、砂取り場ですね。採集場を作りました。こちらですね。どんぐらい昨年は取ったかというと、200しか取ってないんだよな。ちなみに6人もね、働いてるんだけど、いかんせんね、職場が遠いよということで、食料とかはね、この掘ったて小屋にね、置いといていますけど、活用しているのかはわかりません。まあ、このね、結局取れた砂をね効率よく運ぶためのちょっと対策が必要ですよね。そのためにはおそらく荷馬車をね用意した方がいいんだと思う。荷馬車はどこにあったかというと確かここら辺にねあったと思うんだよな。これは蔵でしょ。これだね。ここで荷馬車製造ができて2人かな、荷馬車をね操ることができます。ここにやりましょうか。町の外っていうのがちょっとねポイントかもしれないですね。これも優先順位高め。ただしね、板35個使うというね、ジレンマですね。さあ、それではじわじわまたね、始めていきましょう。改めて在庫を見ていこうか。砂はね、11個か。結構少ないね。あと、パッと見気になるのが、毛皮がね、少ないですね。あと、薬用ね。薬用の根っこがですね、ないね、全く。だから買っていかないと薬が作れないんだろうな。ちなみに薬は71個ありますよ、ということか。さあ、トレーダーにね、期待したい部分も多いですね。それではコメントでもあったんですけど、現在ね、304人の人口なんですが、キャパが314なので、もうちょっとね、住宅欲しいかもね、ということで、住宅スペースを広げていきましょうか。くるっと回してこんな感じかな。ここはね、こう、まっすぐ綺麗にね、引けると思うんだよね。あと、上ですね、できれば。ただし、ここはね、ちょっとくねっちゃってるので、これ、一旦ね、これ外しておきましょうか。そして道なんですけど、まっすぐね、させておこうかな。こんな感じでまっすぐさせておく。よいしょと。一旦ここでね、角にしておきましょうか。そうすると、さらにね、住宅を増やすことができます。4人ですね。あと、トレーダーが来たよと言ってますね。よいしょ、よいしょ、こんな感じかな。とりあえず、さらに3つね、住宅を増やしていきましょう。現在は307人か。トレーダーを見ていく。ちょっと待ってね。ここできましたね。そしたら2人入れてアップグレードしたいんだけど、鉄か。鉄のインゴットが足りないから、これは買うしかないかもしれないな。見ていきましょうか。はい、チーズ売れます。これは嬉しいですよ。ボーナスタイムですね。チーズガンガン売っていきましょうか。ただ単価がちょっと安い気はしますけどね。それ以外売れるのは、お、鎧が売れる。ただね、最近もう鎧作ってないんだよな。あとね、鉄のインゴットは残念ながら買えませんということですね。一方で向こうから買えるのはこの謎のスパイスなんだよな。あれスパイスってさ、どうやって作るんだろう。我々作れんのかな。いろんな施設はね、ほぼほぼアップグレードして、あとね、認識としては劇場だけだと思っているんだけど、そうなるとスパイス買いたいんだけど、ここはね、我慢して砂を買っちゃいましょうか。ね。そうしましょう。どんどんチーズは売れると思うんで、売ったらばね、スパイスを買って、ていきますかね。鎧？鎧はね、強い鎧をね、今作っているから、ひょっとしたらこの鎧も少しね、10個ぐらいこっちに持ってっちゃってもいいかもしれない。もうね、消費されないかもしれないよね。さあ、チーズ、コツッといきましょうか。売っちゃいましょう。そしたらば少しスパイスね、効かせちゃいますか。ね、そうしましょう。53個ぐらいのスパイスをね、効かせていきたいと思います。以前ね、お金がなくなっております。もうちょっと500ぐらいこっち持ってきてっていう指示出してるんだっけ？出してないですね。よいしょと500の指示を忘れずに出しておきましょう。
さあ、それではスピードアップですね。ネズミがいる、大丈夫ですね。うん。前回ね、ネズミ取りちゃんとね、ゾーニング設定したんで大丈夫かと思います。まあ、今回ね、さっきね、トレーダーハウスでスパイスをね、ゲットしたので、ひょっとしたらね、住民が喜びすぎて、このね、屋敷ですね。屋敷建てる人が増えていくんではないでしょうか。この屋敷が建つと、人のキャパが増えるのかな？そんなことないかな？あ、やっぱり普通の住宅よりも、屋敷の収容人数はプラス2人ですね。ちなみにこの大きな住宅は5人ということですね。一人一人アップグレードすると増えていくよという感じなんでしょうかね。さあ、それではそろそろこれアップグレードできるんではないでしょうか。できないですね。鉄のインゴット問題があるんですね。ちなみに鉄のインゴットは鉄鉱石からできるんですが、鉄鉱石は6人でね、一生懸命掘っているんですよね。前回は179か。在庫としては今鉄鉱石どんぐらいあるんでしょうか。330あるから問題ないですね。そうすると鉄のインゴットが効率よく取れているかっていうのを見ていく必要がありますね。ちなみに4人か、ブラブラしている人って今12人ね。うん、ちょうどいいというか若干足りない感じ。ただこれ2人追加しとく？これは悩ましいよ。今後ね、板の製造所もアップグレードすることによって人をね、アサインしていかなければいけなくなるんですね。まあ、しょうがないか。うん。頑張ってもらいましょう。荷馬車の方を見ていこうか。どうなってる？お、3人入ったよ。よしよしよし。荷馬車完成ですね。もう一人追加させると、牛でね、引いていくんですけど、二人ね、導入することができるんだと思います。ただしね、この輸送車ですけども、20のね、また板を使うということを言っています。まあ、走行している間に、やった、板が150個になりそう。うわ、ちょっと減っちゃったね。150になったタイミングで、がっつりね、これをね、アップグレードしていった方がいいような感じがしますね。さあ、住宅もガン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 建ってきてますね。今後住宅ここら辺にもあとね、2個ぐらい平坦化すれば建つんではないでしょうか。あとね、こちらにもね、道をずーっと伸ばすことによって住宅がね、何個か5個ぐらいでしょうかね、建ちそうですね。いや、もっともっと建つね。ここら辺までね、住宅がね、伸びることができますからね。うん。住民の目標どうしましょうか。一応300人っていうのはね、当初の予定だったんですけど、まあ400ぐらいまで行けたらいいんでしょうかね。と思ったらちょっと待って。アップグレード。よしよしよし。ついに劇場アップグレードですね。やった。とうとうやりました。あとはスパイスね、どうやって作るんでしょうかね。知ってる人いたらね、ぜひね、アドバイスをお願いいたします。はい。ということで、今回はここまでにしたいと思います。どうでしょうかね？続きが見たいと思う方いらっしゃったら、ぜひいいねボタンでお知らせください。またね、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは。We're on the way to New York City. Take my hand and see. Manhattan never looked so pretty.